こんにちは、島田香織香さんです。今日は、ちょっとねスケッチブックじゃなくて一枚の紙に書いてみようかなと思います。クレヨンで書きます。そして今日は最後の出来上がりがだいたいイメージがあるので、今までのアブストラクトとは違うちょっとイラストレーションっぽい、テーマもあって男の子と女の子なんだけど、ちょっと不思議なだけどちょっとおしゃれな感じの男の子と女の子の世界にまた最後ダイルクロコダイルが飛び込んでいってしまうんだけど、そんなのを書いてみたいなと思っています。それではまずこの紙はね高級水彩紙で、これはコペンハーゲンで買ったんだけどアルシェと似てるものでほとんど同じだって言ってました。だけどこっちのがね結構安かったので、あ、これ違います、コペンハーゲンで買ったけどやっぱりフランス製のもの。すごくいい紙です、水彩画の。私はこれで細かいね水彩の絵を描くのがすごく好きなんだけど、今日は細かい絵というよりもクレヨンでザッザッザッと描いていきます。それでは始めます。すっごくノリがいい、気持ちがいいすごい気持ちいい、本当この紙久しぶりに。やっぱり高級紙はね、書き出すのはちょっと怖いけどね、高いし。でもこういう紙もとにかく汚してしまわないとね前に進まないので色をつけます。これ少しねこの筆にちょっと黄色っぽい色が、これ同じクレヨンなんだけどその色が混ざってついてたので少しこういう黄色っぽい色になってます。この筆のせいです。今度はちょっとオレンジを入れます。重ねていきます。オレンジ色の色になったので、これからその女の子と男の子を描いていきます。色をつけてじゃなくてお水をつけて色を抜きます。うまくできるかな。ちょっとこの筆柔らかすぎるから変えます。カリカリした筆で色を削るようにした方がいいかも。こんな感じでいいかな。本当にぼやーっとしたお化けみたいな感じになっちゃったけど。
このぐらいでいいかな。このピンクでドレスを描きます。そしたら今度は男の子です。こんなちょっと不思議な感じの格好です。そして髪の毛、髪の毛でねちょっと輪郭を描くような感じ。ここだけ、顔だけちょっとねふわっとした感じじゃない雰囲気で描きたいので、顔の輪郭だけ少しはっきりさせます。でも難しい、これでやるの。輪郭、顔の輪郭だけははっきりさせたいけれど、髪の毛と後ろの空気を混ぜる感じにしたいので、水をつけて少し伸ばしたりしてます。ちょっとこんなボサボサな感じで、男の子のね、ここからちょっとね、この男の子失敗したかな。まあいいや。それでは、顔を描きます。これがねちょっと細かい感じで鉛筆で描きます。ちょっとこの顔だけグラフィックな感じで、もう少しこの子をちょっとこれが広い方が良かったかな。できるかな。向いたからこれでやります。で今度は手を描きます。手はもうほんとちょんちょんっていう感じで、ちょっと思った通りじゃなかった。
顔失敗しちゃったかも。そして、最後に少しね、これ失敗ですごめん、ちょっと失敗、少し思った通りにできませんでした。でもまあいいです。最後にタイルを描きます。これにタイルを描いて終わりにしようかと思ったんだけど、見ていると何か面白くないなと思ったので、ちょっとこれ、今日完成させようと思ったけどやめます。そして明日続きを描きます。ちょっとね、時間を置いた方がいいかなと思って、ということで今日はここでやめます。思い残すことは結構たくさんあるのでちょっと考えてみます。それではまた明日会えると嬉しいです。じゃあね。